コラボメニューの中身ですが、ムール貝とフランス産ポルチーニだけをベースにした特別なお料理になっているとのことです。山下さん、今回なぜこの食材を選ばれたのかお伺いしたいと思います。僕は秋っぽい季節のものをお願いしますというオーダーしかしてないんです、実は。はい、なので今日今初めて見ました。コラボメニュー、名前をつけるとしたら何てお付けになりますか。もう直感ですね、これは。初対面だと思うので、お皿と海と山と花の雫。そうですね、なかなか言葉で気持ちを表現するのが難しいんですが、もちろんすごいとても光栄なことですし、自分もそうですね、こういう賞に恥じることなく、さらにワインへの知識、探求心を、大きく持って日本とフランス、のですね、なんかこう、いい架け橋になれるような、そういう存在になれるように引き続き勉強を、しっかりしていきたいなという気持ちです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そうですね、思い出に残ったこと、印象深かったことはですね、最初は現場に入る前は、言葉も違うしカルチャーも違う中に飛び込んでいくっていうのは不安もあったんですけど、一旦入ったらもう本当に温かく迎えてくださって、その現地のスタッフさんも含めて、朝は本当にこうハグとキスから始まるっていう、なんかその一人で僕フランスに滞在してたんですけど、本当にスタッフの皆さんにこう励まされながら、背中を押してもらいながら、撮影できたことはとても印象に残ってます。あと週末は必ずこうみんなで撮影終わった後にこう一緒にご飯食べに行ったり、ワインを飲んだり、本当に家族のようにいい関係を築くことができたっていうのが一番印象に残ってますね。はい、今回この役を通して僕自身もその、実際にワインの授業を、フランスに行く前に日本で、受けて、何十時間か受けて、少し知識をつけながら、挑ませていただいたんですけど、あと実際にやっぱフランスでいろんなレストランに行ったり、ソムリエの方、監修のソムリエの方がいて、で彼におすすめのワインだったりレストランだったりっていうのを教えてもらいながら、もうずっと人生で一番ワインを飲んだ撮影期間だった。で僕自身も本当にワインに恋をしてしまい、日本に帰ってすぐ大きいセラーを購入して今集めてます。と監督と話して、その今回遺産をかけて戦うっていうことだったので、カミューの方はちょっと特殊能力があったりするんで、それに負けないように何をするかってことで、僕はカロリー制限をして、飢餓状態に自分を追い込んで、そうするとこう味覚だったり嗅覚だったりっていうのがすごい敏感になるってことで、撮影期間中はダイエットをやりながら役に向き合って、本当にワインで糖分を取ってました。今回、フランス語で脚本が書かれて、英語に直されて、そこから日本語っていう流れだったんで、日本語がやっぱり少しリアルじゃないところが出てきた時は、もう他の日本のキャストと、監督とプロデューサーと集まって、自分たちで日本語を少しずつ修正して、はい、そういう作業を必ずやるようにしてました。実際に、ソムリエの方が、セバスチャンっていうソムリエの方が教えてくれたんですけど、所作だったり。でも彼は本当に自由にやってほしいっていうことで、あまりそういう作法とかそういうところにこう囚われずに、自分が感じるように香りを楽しんで、ワインを楽しんで、ワインを好きになってくれたらいいっていう、だからある意味で本当に自由にワインを楽しませてくれる先生でしたね。はい、